どこに、え、どこにいんの。まあ悪くない。イエーイ。じゃあ第2ラウンド行きます。今連絡取ってます。ちょっとおばさんたちが多いけど、まあ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 、まあ、え、中で待ってるって言われたの。はい。隣の人だったら怖くない？そこの人だったら。そう、見てみ。ああ、OK。ああ、ギリいけるな。あ、来る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 。本当にお前の発想は面白い。やべ、これさ、言い訳なんて言う？てか、モニタリングでくれよ、指示俺に。でもどうする？ん？大地、それだったら可愛いね。さっきの人だったら面白くない？いや、いいよ、別に。さっきの人だったら俺、マジなんて返そう。うぜえ。行きますねとは来てる。さっきの人みたいになんかしつこい指示はなくていいわ。25,000円でなんか一応5回会いましょうみたいなこと言ってるけど、絶対ラブホガイまで行って、ラブホガイまで行って、めっちゃ緊張するよ、待ってる側。顔が、いや、ちょっとおばちゃんかぶってる、おばちゃんかぶってる。いや、あれじゃないよね、あれじゃないよね、これじゃないよね、怖い怖い。場面だ、場面。俺隣の大学生にちょっと言ってみようかな。ちょっと今から検証するんですけど、僕が頑張ります、ね、どこ連れてかれっかも分かんないし、誰来るかも分かんないからね、やっぱ当たり前で。もう早く来いよ、かかって来いや。はい、約束のとこ時間になりました。はい、俺遅刻、はい、使います。はい、切り札使います。はい、遅刻しましたねって。俺遅刻は守れない人嫌いなんですよ。待たせるのは得意だけど、待たされるの嫌だ。橋本環奈来ねえかな、橋本環奈来ねえかな、橋本環奈来ねえかな。あ、全然いいですけど、え、ちょっといろいろ聞きたいっていうか、質問なんですけど、うんうん、あれ、なんか25,000円でしたっけ、うんうん、あれって、うん、5回で25,000円ですか。あの、1回目だけでいいって感じ。え、どういうこと、ちょっとわかんないですけど、どういうこと。あと5回ぐらいは痛いからっていう、まあ、それ1回限りとかで、ね、まあ、入院してみたいなって。あんま伝わってなかった。いや、ちょっと理解力なくて。最初から決めてるとちょっと怖いだろうから、そうじゃない。なんかここにもう取ってあるからとか言ったら、なんか中に誰かいるんじゃないかとかさ。うん、業者じゃないですか。うん、大丈夫だよ。絶対業者じゃないですか。なんで？で、業者って犯罪じゃないですか。だったら分かんないけど、捕まりたくないんで、一応確認っていうか。だって口では逆に何とでも言えるから、そうやって確認しようがなくない？いや、一応聞くだけ聞いた方がいいかなって。うん、それを聞いてどうするのかわからない。いや、業者だったら僕きついなと思って。そういうヤクザがしてくるとか、そういうのに迷っても言ったばかりだよ。いや、それはわかるんですけど、うん、万が一があるじゃないですか、うん、文面だと難しいじゃないですか、伝えるの。うん、だったら逆になおさらあれじゃない、それを先に言うべきじゃない。お互い様なわけなんだって、はい、もしかしたらなんかバックで誰かいるかもとかさ。ああ、はいはいはい。いや、俺今から何をするんですか、僕本当わかんないです。え、普通ホテルに入ろうと思ったけど、私はだからホテル代の話とかもしてたわけだし、はいはい、うんうん、ホテルはどこですか。あ、ここでかなと思ってたら近いから。ああ、なるほど。密室に行くのが怖いとかだったら、それ以外の条件の約束が他がほとんど一緒でお互いがいいことだったらいいよって。例えば別に今日は立ち話するだけにしようとかには別にいいけど、 その代わり最初に約束してた2万5千円とかちゃんと払ってもらうし、他の約束は守ってねっていう風になる、うん、だからそこの密室に行くのが怖いとかだったら別にそれはそこでブチ切れたりはしないけど、他の約束は守ってって感じ。わかるんですけど、うん、聞いてる内容とやっぱ違うなってところが聞いて、どこが、まあ、その料金などきついなっていう、ただ単純に、うん、まあ、ホテル代込みっていう風に多分履歴探せば残ってると思うから、認識の違いだったら、うん、どんでもいいからとりあえずじゃあ下ろしてきてくれない、それだけ。財布切り札使います。遅刻しましたねって、これできたじゃないですか。いやいや、聞いてないです。じゃあいい、回収させ残させていいじゃん。え、じゃあいい、回収させ残させていいじゃん。え、いいよ、別に私じゃない人まで回収させ
警察行く、警察行く、逃げんぞ。やっぱバッグいたじゃん。最悪だ、やべえ。じゃあここかよ、またここかよ。見てこの汗だく、やばい、マジで。はいはいはい、さいえ、マジであっちゃ、ね、逃げ、ほんとね、逃げてきました。これ経緯説明した方がいいよね。ああ、2人目の経緯がなんか言ってることが違くて、俺の認識違いもあって、なんか2万5000円あ、まあ、とりあえずあったんだから、とりあえずそれとして2万5000円渡せと。ホテル行っても行かなくてもいいから2万5000円渡せと。それはさすがに違くないかと。それ出せないですって。で、俺もともともう行く気なくて検証だけしたかったから、すいません、じゃあもうそんなで、一応もうそんなんだったら俺もう一回考えますねって。そしたら、じゃあちょっと呼びますねって言われて電話つながって、なんか声聞こえた、男の人のなんかヤクザみたいな声が、やっべえと思って今全速力で逃げてきて駅前にもうやばいです、ほんとにこれがリアルだからね。はい、映像収めた、一応収めてはいるけど、お前こっちこそ撮れてない、撮れてない、大事なとこだぞね。だってお前こっち来ちゃったんだもん、女の人が。やばかったね、うん、とりあえずまあ映像ね残ってれば、でこっちにね、まあ、音声残ってるから、そこ俺が編集してカットしてあげます。はい、とりあえず今後僕がどうなるかわからないですけど、皆さんよろしく。よし、じゃあもう検索行こうぜ